しくぶつかっています。さあスタジアムのテンションが上がります。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。パスを2人で交換します。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ラムゼイ、クロスが上がった。ヘッドを使ってピンチを脱出。テイラボールが中盤でカットされました。モリス、ヘッドで捉えた。このシュートはキーパーがキャッチ。ボールは当たって外に出たようです。ヘイラー、モリス、素晴らしい。ボールがこぼれました。ヘイラー、しっかりついてクロスをブロック。ミッドフィールドでボールを取りました。テイラー、キーパーに戻します。モリス、ミルス、サイドからサイドへ、チャンスになる。キム・ナミル、ラムゼイ、ボールの動きが激しい。これは入るか。ナイスシュート、ゴール決まった。キム・ナミル、ヒールでつないだ。中はどうだ。さあ折り返した。キャッチしました。いい形でゴール前まで持ってきました。スペースを狙ってきた。ボールの激しい奪い合いです。サイドチェンジ、キム・ナミル、はい、ファールの判定。これはカードもありえますがどうでしょう。危険な位置です。緊張感が増してきます。モリス、中盤でボールをカットしました。
モリス、相手ボールになりました。クロスが合いません。サイドでボールをインターセプト。フィールドの前半終了です。スコアは1対0。リードは1点です。さあ後半開始です。さあどうしますか。モリス、これは来た。止める、止めます。頭で合わせる。まだボールは生きています。今度は外に弾き出します。コーナーを得ました。点差を広げられるでしょうか。コーナーのチャンスを生かせません。逆にピンチとなります。クロス来た。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ミルス、ボールを中盤で奪いました。ボールが狙われています。ここでシュート、キーパー反応しました。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。シュート、ボールはキャッチされます。見事です。キム・ナミル、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。サイドチェンジしました。ここで抜けたのは大きい。ディフェンスがなんとかクリア。サイドでの攻防はボールを奪い返します。モリス、
フィールドでボールを取りました。綺麗なタックルです。ラムゼいいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。スタジアムのテンションが上がります。ここで打つ。このシュートでは同点ということにはなりませんでした。ボールが中盤でカットされました。ラムゼヘディングでのパス。キム・ナミル。ルーズボールになった。素晴らしいヘディング。反撃です。そう簡単には勝たせないという気迫が感じられます。同点で良しとするか、勝利を奪いに行くか、どっちを取りますかね。いやー、これはすごいヘディングですよ。モリス。ゴールに襲いかかります。クロスを無駄にしてしまいました。相手にボールが渡っています。モリス。テイラー。ミルス。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。味方はいるか。ボールは蹴り出されます。相手ボールになりました。クロスが合いません。ボールがこぼれました。ボールをキープできるか。上がった。ボールを抑え込みます。残り時間はわずかですが、試合は同点のまま膠着状態が続いています。いい形でゴール前まで持ってきました。戻すしかないということでしょう。ボールを返します。この試合最後の攻撃となりそうです。決着をつけることができるでしょうか。しっかりついてクロスをブロック。時間的にはチャンスはもう多く望めません。これを決めたい。パンチングで弾く。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。
引き分けで終了しましたが、ボールポゼッションでは大きく差がつきました。そうですね、ポゼッションでは差がありましたけど、試合内容という部分ではどちらも悪くなかったんじゃないでしょうか。今日の試合はいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となってしまいました。今日の実況は私西岡、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。ごきげんよう、さようなら。I'm with you.